これハットと読みます。ハット、はい。ですね、一つは登米のこの地方の郷土料理にハットという料理がございまして、まあ、それを兼ねてるんですが、実はハットの H は幸せという意味で、アットマークはここ登米市という意味で、ですので幸せはあなたのすぐそばにあるよというのが本当の意味が込められています。駐車場になっているところとその隣の更地になっているところの家が2軒がこちら側に倒れてきまして、局舎に押しかかったんですね。それで危険だということで、まあ、これが貼られたんです。開局1周年迎えるねって話をしている時になりましたし、まあ、そもそも我々は宮城県沖地震を想定して防災っていう対応も取ってたもんですから、まあ、東日本大震災、まあ、揺れてる最中はこれが宮城県沖地震かなと思う。でそういう対応をしたんですね。見える範囲の中でも倒壊家屋がもう何十軒もあったんで、スタジオから例えば倒壊家屋が見えますとか、まあ、実際隣も倒れましたし、そういった情報をどんどん放送するようにしました。毎時の時報の後の5分間を災害放送にして、で残りの55分、まあ、大体55分はもう民間のコマーシャルベースの放送をしましょうってなったので、まあ60分の5が災害で、60分の55は民間の、まあ、ただ民間のって言ってもやっぱりそれなりの災害の話題が多かったですけども、やっぱりここでやることって市民の方が自分が知りたい情報とか出したい情報を、まあ、お知らせしたいことをもうここに持ってくるんですよ。直接うちのリスナーさんたちは携帯ラジオを持って逃げてくれたんですよ。でそれを避難所に行ってみんなで聞いたとかっていうのがあったので、ですんでいかに平常時に聞いてもらえる放送をしなきゃいけないのかっていうのは本当は大事なんじゃないかなっていうふうに思いましたね。結果的には震災前よりは今の方が増えてますね。我々が活動する登米市というものは、まあ、宮城県の北の方に位置してて、非常にお米とかですね、野菜とか、あと仙台牛とかの産地として、有名なんですが、いまいち多分全国の方々は登米ってどこっていうふうに思うと思うんですけれども、とっても素晴らしいところなので、ここ登米の情報をですねどんどん発信して、皆さんにも登米のことを一人でも多くの方に知っていただければなというふうに思っております。